デイビッド・デイブ・エドモンズは、サウスウェールズ・カーディフ出身のミュージシャン、歌手、ギタリスト、作詞家、作曲家、音楽プロデューサー。1950年代のロカビリー、ポップスをルーツとする親しみやすい楽曲を多数手掛け、1970年代から1980年代にかけてイギリスをはじめとするヨーロッパやアメリカで多くのヒットを放ったほか、 プロデューサーとしても多数のアーティストを手掛け、その活動を通じて、パブロック、ニューウェーブミュージックなどに大きな影響を与えた。15歳の時に兄弟と一緒にナインティナイナーズを結成。その後、地元、カーディフを本拠とするトリオ編成のバンド、レーダースを結成し、初めてフロントマンを務める。レーダースは1950年代のロカビリーをベースにし、 主にサウスウェールズエリアで活動した。一時期自動車修理工として働きながらも、ロックの道を志して、ロンドンに進出。その後、より、ブルースロックに傾倒したエドモンズは、ヒューマンビーンズを結成し、ロンドンをはじめとするイギリスの大学をサーキットした。1967年、ヒューマンビーンズはコロンビアから、モーニングデューのカバーをリリース。チャートには上がらなかったが、 18ヶ月後、エドモンズを含むヒューマンビーンズの中心メンバー3人は、新バンド、ラブスカルプチャーを結成。1968年、ハチャトリン作曲の、剣の舞を、スピードロックにアレンジして、チャートの5位に送り込んだ。しかしメンバーの入れ替わりが激しい上に、レコード会社の協力も乏しく、限界を感じたエドモンズは結局ラブスカルプチャーも、解散してしまう。 ラブスカルプチャー解散後の1970年にリリースした I hear you knockin' が大ヒットし、その年のイギリスのクリスマスソングナンバー1となった。この曲は彼がシェイキン・スティーブンスザ・サンセッツのアルバムアレジェンドをプロデュースしている時に偶然見つけたものであった。このシングルはアメリカでも4位にまで上昇。大西洋の両岸でエドモンズ最大のヒットとなり、 300万枚を売り上げて、ゴールドディスクを獲得した。彼は同時に、プロデューサーとしても活躍し、1970年代、前半のパブロックシーンの有望株であるブリンズリー、シューウツ、フレーミングルービーズなどのレコーディングを手掛けた。プロデューサーとしてのエドモンズは、夜遅く、スタジオに到着し、夜明けまで缶詰になって作業するスタイルを崩さなかった。 スペクターサウンドを自分で消化し、ギターだけで40トラック近く撮ることも珍しく、なかった。1976年、ブリンズリーシューツにいた、ニック・ロー、テリー・ウィリアムズ、ビリーブ・レムナーと共にロックパイルを結成。当時エドモンズとローが異なったレーベルに所属していた、ため、ロックパイル名義でのリリースは1980年まで待たねばならなかったが、エドモンズ名義で2枚。 ロー名義で1枚のアルバムをこのバンドでレコーディング、リリースした。この間、エドモンズ個人としてもエルビス・コステロ作のガールズ・トークなど多くのヒットがあった。ロックパイルは初のバンド名義のアルバムセカンズ・オブ・プレジャーをリリースして間もなくの1981年に解散。その後1980年代のエドモンズはポール・マッカートニー、キング・カート、ストレイ・キャッツ、 ファビュラス・サンダーバーズ、ステータス・クオーに至る様々なアーティストたちのレコーディングに参加。また、映画、ポーキーズ・リベンジのサウンドトラックにメインテーマのハイスクール・ナイツを提供したほか、カール・パーキンスを特集したスペシャル番組の音楽監督も務めた。1983年には恋のインフォメーションをリリース。このアルバムでは、エロのジェフリンと2曲を共作し、 そのうちの一曲、スリッピンアウェイは、アメリカでトップ42チャートイン、MTV のヘビーローテーションとなった。1980年代以降は、ウェールズに住み、前世紀ほどではないが、時売りツアーなどもいている。1992年と2000年には、リンゴスターのオールスターバンドのツアーにも参加した。1993年に、元サンセットのメンバー、ロバート・レベリン、 カール・ピーターセン、スティーブ・パーシー、ポール・ドランから、ロイヤリティ不払いの名目で、シェイキン・スティーブンスと共に訴えられる。起訴は、1980年代初期にリリースされたアルバム、アレジェンドのリーシューがヒットしたことに関し、スティーブンスとエドモンズが受け取った、莫大なロイヤリティ収入からの支払いを求める、ものであった。判決は、原告側の勝訴となり、 スティーブンスとエドモンズが負担した、訴訟関連費用は50万ポンドに上った。2008年9月10日には、ストレイキャッツと共に、ロンドンのブリックストーンアカデミーのステージに立ち、ザレース・イズ・オン、テア・イット・アップの2曲を演奏した。同年の大晦日には、ジュールス・ホランドの名物番組、フーテナニーに参加し、ガールズ・トーク、アイ・ヒア・ユー・ノッキンを歌った。彼はその後も、 ホランドのゲストとして、たびたび招かれ、2009年6月20日には、ボルデヒルガーデンで、2009年8月28日には、キャリック・ファーガス場で行われた野外コンサートで、またロイヤル・マルバート・ホールでも、ホランドのビッグ、バンドと共演している。2017年7月、引退が報じられた。ありがとうございます。